小高区の JR 常磐線小高駅前広場に花を植えるようになったのは、平成24年4月の16日、避難区域が見直され、駅前が避難指示解除準備区域に指定されてからです。一番大変なのは水やりです。受粉している井戸水をためて、浄炉やポリタンクに入れ、台車に乗せて運びます。終わるまで2、3時間かかるので大変でした。ちゃんと咲いてくれて元気をもらいました。だから頑張れます。あまりに寂しく、色が欲しくなり、駅前広場の花壇に毎日花を植え始めました。花は偉いと声をかけながら、亡き父が残してくれた色水をかけています。花々は誰もいない町でけなげに咲いています。これからも